はい、皆さんこんにちは。心似顔絵塾中村剛です。いつも似顔絵一発書きをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、一発書きの中でも、筆ペンでですね、千鳥の2人を書いてみたいと思います。2回トライしておりまして、これ最初のトライなんですけれども、ちょっと書いてるうちにですね、少し様子が変わってきたというか、気に入らない部分が出てきて、2トライしております。ワントライ目でのですね、特にいけなかった部分はですね、これから出てきておりますけれども、ノブさんのまずこの口ですね、ちょっと位置が悪かったですね。今ですね、いろいろ悩みながら書いておりますけれども、まあ6倍速ですので、ですね、結構早く書けておりますけれども、実際は悩み書いております。こうベタ塗りをしながらですね、どうしようかなというような感じになっておりますけれども、さあここです。目ですね。目のですね、くるみを入れなかった方が良かった。これでですね、一気に絵がですね、ダメになっちゃったなという感じがします。大悟さんはまずまずの感じで描けたんですけれども、のぶさんの方がちょっと失敗したなということで、2トライ目に行きたいと思います。さあ、2トライ目はですね、今度は実測で描いておりますね。先ほどはですね、6倍速で書いておりますけども、これはじっくりご紹介しております。まずノブさんの輪郭ですけれども、さっきよりもですね、よりちょっと、強弱をつけてですね、書いております。まあ、筆ペンで書いておりますので、比較的ですね、線のタッチは面白い感じにはなるかなというふうに思いますけれども、まあ、太さがある分ですね、いろいろちょっと若干のごまかしも効きますね。はい、耳を加えておりますね。ここまではまずまず成功してるんじゃないかなと思います。片やですね、大悟さんの輪郭は全体的に卵型ですね。ぐるっと感じで描くと思います。はい、卵型に描きました。だいたいこんな感じですね。そして耳を入れ込みます。全体の輪郭こんな感じ。この中に髪の毛をね、ちょっと塗り込んでいきますね。髪の毛を塗り込んでいきます。塗りました。大悟さんの輪郭ね、ちょっと修正しましたね。で、眉毛描いてきます。ここ結構緊張するところです。こんな感じで、はい、左右少し段違いしながらですね、だいたいいい位置に置けたかなというふうに思います。そして鼻を描いていきますね。ここは細い線が欲しいですね。鼻の小鼻のあたりは大きな線で、太めの線でですね、はい、きます。でここまた細い線、はい、つけいろいろ使い分けてますね、筆の太さをね。さあ口です。さっき失敗しました。慎重ですね。細い、おお、点線になりましたね。細い線で構成してます。力加減を気をつけてますね。おお、なかなかいい感じで描けてましたね。イメージ通りですね。ちょっと線を加えて、こうね、加えて、歯ですね。歯をちょっと細い線で。おお、なかなかいいノブさんの輪郭ね。あと目だけですけどね。さあ、大悟さん。眉毛は8の字の太めの眉毛ですね。ガシガシっと描いていきま
こんな感じですね。大吾さんさっきもね、よく聞いてたんですけれども、まあ、セカンド大吾さんはどうでしょうかね。ヒゲですね、この辺は力入れないよ。この上下の、ね、を分けるためにちょっと慎重になってますね。で、あの一本一本を分けています。これは細い線が必要ですね。耳の中をちょっと描くみたいですね。耳の中を少し描いてみました。まあ、輪郭としてはまあまあの出来ですね。こういう感じがいいと思います。首から下描きますけれども、この辺りはなるべく細い線でさらっと描きますね。ミシンも描きますけれども、ほとんど、ね、黒で潰す感じですね。ちょっと筆のね、インクが足らなくなっていますね。あ、今ちょっと補充しましたね。少し濃くなりました。さあ、こう書きながらね、完全にさっき失敗した目はどうしようかなと思いながら、考えながら書いている感じがありますね。どうしようかなですね。そうですね、お見知りの一部を書いています。はい、ヨークさん大体ね、目以外は大体いい感じに仕上がってきたかなと思います。さあ、大吾さんのね、体の動きです。大吾さん、さっきね、絵でも自分の中でまずまず描けたかなと思っておりますので、こっちはあまり心配はしておりませんけどね。ちょっとクマジャンのイメージで描きたいなと思って。よく迷ってますね。絶対にはしてないんですね。ちょっとなんかこだわりがありますね。はい、そうですね。Tシャツのシワを描きましたね。顎ひげですね。顎ひげを追加しています。はい、だいぶそれらしくなってきたかなという感じですね。さあ、いよいよ目ですね。考えてますよ。さあ、さっき失敗したから、多分細い線で、はい、線だけの構成にしましたね。この目はやめておりますよ。お金かけましたね。さあ、大吾さんの目はね、大きい目です。ちょっと釣り上がり目の大きい目を、眉毛のハの字と対照的に描いてたんですね。黒目も描き入れます。どうだったかな、まずまずかな。これで楽観は一度遅いんですが、
目をね、二重にしたかったみたいですね。この方は良さそうですね。慎重ですけどね、ここまで来ても失敗したくないよって感じです。はい、似顔絵できましたね。ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。